はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、この色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西山香です。どうしたっけ、なんだ、何が違うんだいつもと。光の加減の問題。顔がむくんでる？何だろう。あれ？なんか今日変な顔にし、何だろう。むくんでんのかな。チキンラーメン食べたからかな。何だろう。むくみねさんってそれ、むくみねさんかな。今日は出かけたの？うん、今から行くの。そうだからちょっと今日先に配信しとこうかなと思って。なんか変な顔、なんだろうか。え、何？目ちっちゃくない？で顔の下半身ちょっとキモいんだけど、どうしようか。なんかやだやだ。目で隠そう。俺も言ってそんな漏れてないんだよな。ただいま47の素敵な日本酒発売記念特別ウィーク中です。私、大西ももかのショールームをご覧の皆様に特別なプレゼントがあります。画面の右下にあるカートボタンを押してショープルームにて、書籍を予約していただくと、特典として限定ポストカードを数量限定でプレゼント。さらにさらに抽選で私の直筆サイン入りのポストカードが当たっちゃいます。気になる絵柄はこちら、じゃーん。ぜひゲットしてください。どういう表情？同じ表情しろって言われたらできない。これもし できないな。これが気になる。なんだろうか。そういう時はなんか自分の顔変だなって思う時はなんとなくいつもここを押してる私。顔パンパンなんだな。私見てー、ででーん。これは何でしょうか。気づいてる方。こちらですね、電気を流すものなんですけど、これがこれをね、大西は舞台「トガ人の刻印」っていう作、前回やってた舞台のアフタートークで話してたやつなんですけど、その時な、そう、なんて話してたかというと、なんか自分のルーティーンはありますかみたいなお題で
で、なんか自分のルーティン、その舞台が始まる時のルーティンみたいな。で、その時はお西はいろいろあるんだけどみたいな。でも今回から見つけたルーティンがあってって言って、メイクさんがすごいめっちゃお高い機械をたくさん持ってたの。なんか美顔器とか、なんか足のむくみを取るやつ、でっかい機械とか、なんか頭マッサージ、頭皮マッサージする機械とか、いっぱいあったの、いろんなお高い機械が。で、大西はそれを舞台前になんかいっぱい、じゃあ今日はこれ、今日はこれって使ってみてっていうのをルーティンにしてたの、自分の中で。で、その中で座組の中で一番人気だったのがこれだったんですね。そうで、大西は初日の時にこれの魅力をすごく知って、初日の時にアマゾンで買ったやつが昨日届いたっていう。本当は千秋楽から2月の初めのあたりぐらいまでで届きますみたいな感じだったんだけど、だいぶちょっと時間はかかったけど、ようやく来て、そう、今髪の毛やりながら使ってたんだ。これすごい喋ってくれるんだよ。使ってみせるねちょっと待って、これ濡らさなきゃいけない、首を。これ濡らさないと電気通んないからさ。これ喋ってくれるの、ほんで。ありがとうございます。最後も終わった時もね、ご利用ありがとうございましたって言われるの。今電気流れてます。強さレベル2、レベル3、レベル4、これ、ね、レベルが最大16まであって、レベル6、レベル7、レベル8、レベル9、わあ、レベル10来てます。16だ。そう、マックスが16なんですけど、私はこれをずっとレベルマックスにして舞台の前これをやってたんです。電気流れてる時は痛くないの。うん、でも他の人は痛いって言ってたそう、他のキャストさん、これが座組の中で一番人気の商品だったんですよ。そうだからみんな使ってたけど、みんな12とかでもう無理って言ってた。気持ちいい。コリ取れるって、なんかコリというよりかは大西はすごい楽っていうか、なんか力がいい感じに入んなくなる、なんかわかるかな、軽くなるんだよな、ちょっと。もっと大西はピクピクしてほしいんだけど本当はもっと欲しいんだけど、まあでもこうやって首からかけてるだけでいいからいいよねっていう。気持ちいい。レベルいくつぐらいまで欲しいって、25ぐらいまで欲しいよね。ああわかりますか、このほら、わかんないか、揺れてるよね、ほらそう、ちょっとね、ここ後ろから電気が流れてるんだけど、場所変えたらすごいピクピクする。
か。うわあ。気持ちいい。うわあ。めっちゃピクピクする。にゃ。これめっちゃいいよ本当に。まああんまりこうねずっとやってんのもあれかもしれないけど、1日1回とかで2日に1回とか、でもお高いんでしょって言って、いくらぐらいだったかな、でもこれ2万円とかは全然しないんだよ、1万円ちょいぐらいだったかな、なんかプラグかなんかをつければちょっと高いんだけど、これだけだったら1万円ちょいとかじゃないかな。何分ぐらいしてるの？これ勝手に止まるんだよ。あのもうダメダメっていうか、なんかそう勝手に止まってくれるから、見て気持ちいい。なんて検索すれば、これね、後で見てあげる。ちょっと待って、この裏に書いてるからな、これ止まったら見てあげるわ、ちょっと待ってて。気持ちいい。うわうわ、ほらすごくない、ほら、うわ。気持ちいい。ほらもう右の肩楽なの、これだいぶ。気持ちいい。そう、天気大好き。うわ、もうすごくない？こんな私今何もやってないんだよ。なのにこんな肩がビクビクする。めっちゃ気持ちいいで。私あの温泉とかのさ電気風呂とかもめっちゃ好きなの。あれももっと強くなってほしいんだけど、本当は電気風呂も。うわーすごい左、うわー気持ちよかった。私は右の方が硬いので、怖くないって、怖くない、気持ちいいよ電気。電気風呂入ってみたいって、入ったことないの？なんかさ、もしすっごいなんかデジャブなコメント今見けたんだけど、読んでいい？ゆきりんと同い年でゆきりんにガチ恋で結婚伝えたいだけど卒業だから気持ち伝えるのありかなって、なんか前、わかんない、人が違うかったらあれごめんなさいなんだけど、前もなんか大西そういうコメント読んだ気する。あったよね。なんかゆきりんに告白したいけどみたいな、同じ人でしょ、違かったらごめん、同じ人だよね多分。あなたまだ言ってるの？いやまだとかじゃないよね、ごめんね、まだ伝えてないの気持ちよってこと。まあでも次卒業だもんね、いいんじゃない、言うのはだってね自由なんだから、言ってみなよ。55分になったら終わるわ。結婚かって、あ結婚って言ってた？プロ、えもう付き合うとか言ってすっ飛ばしてプロポーズするってこと？それやめといた方がいいんじゃないかな。それはやめといた方がいいんじゃないかな。
お付き合いという段階を踏んでからのがいいんじゃない、知らないけど、お互いにね。気持ちいい。いやまずは友達から。確かに30代だったらもう結婚前提にのが嬉しくないって。そうなの、わかんない、何がいいんだろうか。重くない、そんなことないか、そんなことないか。その人との関係性にもよるんじゃない。大西ちゃんとはお付き合いできないって、大西がわかんないからな、まだあなたがどんな感じなのか。一概にとは言えないじゃん、だって別にさ無理ですっていう感じでもないじゃん。別にすっごいそれで性格が良くてはぁってなったら結婚もありえるじゃん、だって別に。だから一概に結婚できないとは言えないんだけど、でもいてー、でも今んとこは無理かもしれないな。一回ファンだと認識した人にそういう風に見えるって、うん、わかんない。なんかそのさ、なんか大西はファンの方を、これもどうかと思うんだけど、ファンの方をファンって感じで、なんかあんま思ってない部分の方がなんか大きくて、昔からそういう感覚というよりかは、なんだろうね、大西のことを好きでいてくれてる人っていう風に認識をしてしまうから、ファンというより難しいんだよな。それがファンやないか、難しいんだよね。そう、お金もさ払ってくれてるじゃん、大西のねために。それはファンなのかと思うんだけど、何なんだろうな。昔からその感覚がちょっと疎くて、大西は。難しい。いや気持ちいい。うわうわうわユキリンは基本ただのファンはダメって言ってたよって。それ YouTube だよね、大西も見た、それユキリンさんの YouTube。 面白いよね、ただのファンっていう言葉がなんか馴染みがない、面白い。あー、なんかそろそろ水が蒸発してきた。気持ちいい。乾くとあかんのね。あかんことないんだけど、多分水がないとこう電気がね通んない。なんかこれも多分ローションとかもあるはずなんだよね、ローションっぽいなんか水みたいなやつ。でも大西は普通の水道水でやってる。気持ちよかった。これです。
見えますか？すごい、あ、ごめん、お主の服の毛玉がすごいけど気にしないで。こちらの商品でございます。オッケー、そう、オッケー。うわーうわー、気持ちいい。これね、やった後本当に首スッてする、肩もスッてする、気持ちよかった。ぜひみんなゲットしてみて。おいくらだっただろう、みんな調べた？調べてみようか、これいくらなのか。これかしら。あ、これじゃない？多分これ、あ、1万円しないよ多分これ。楽天だと。私アマゾンで買ったけど、もうちょっと高かった気がする。ね、あれ、これ他にもさ、いっぱいいそうなやつあるんだよ。なんかこのさ、肩甲骨あたりにさ、もう手、これいいな。本当だ、これ単体だと9860円だ。なんか私、なんかと一緒に買ったんだよ。そう、でも多分そのなんかこれだから、こいつ、そうそう、だから別にこれなくてもさ、あれだもんね、お家にあれば。よかった。マッサージチェア欲しいって、わかる、マッサージチェア欲しいよね。でもマッサージチェアってさ、難しくない？なんかおにし、あれさ、気持ちいいんだけどさ、マジで作りたい、オーダーメイドしたい、あれを。自分の体にフィットするマッサージチェアが欲しい。そうなんだよな。そう。よし。そろそろ私行かなきゃ。よし。ではランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。あ、気持ちよかった。まあ、1位ヨーチャンドユモモチ大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がカンタムさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がコバットマンコニシュさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がおつぶちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がおまめさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がまゆうかちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がカホ、間違えたわ2回言った。11位がゆみちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。
そしてラスト13位がつばささん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということで、ではでは行ってきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバイ、ありがとうございました。